最下位の讃岐が山形を迎えてのゲーム、まず前半の17分でした。チャンスを迎えたこの讃岐、いいボールが入って、まあ、原 の、 この、ね、頭で合わせたところまた良かったんですが、そうですね、ここもいいディフェンスからですよね、ボールを奪って、そして最後は永田です。ミドルレンジから打っていきましたけどゴールキーパーです。さあここまで0対0で折り返して後半に入りました。ここで大きな展開が入ってですね、ここちょっと前遠いですよね、ですね、だから、ま、はい、真ん中も枚数同数ですから、坂野が見事に合わせていってこれでまず山形が先制をしました。そしてこの辺りからちょっとペースが山形かなという時間帯になってきたんですが、この、 あの大きな展開が良かったですよね、これも本当にあのやはりこの質の高いボールを三木が蹴り込んでいきますので、それに合わせて そ、 うです、ね、はい、その前のだからゆるきのちょっとしたドリブルなんですけどね、うまくフリーな選手を作りましたよね、そうでしたね、ここもゆるきですよね、そうですね、このゆるきが素晴らしい動きですよ、あの、はい、フォワード、寄って逃げていくっていうところですけど、これはね、ファインセーブですよね、そうでしたね、この3人の関係がこのゲームの中で一番良かった瞬間ですよね、前線の山形の本当の3人のこの動き出すタイミング、入れるタイミングって素晴らしかったですね、はい、さあしかしこのアディショナルタイムに森川が途中出場して、そして左足振り切れたですからね、森川ね、ここ、いやもうこの木山監督の表情が全てを物語っています。もうこれはほぼ勝ち点3がその手の中に入ったその瞬間でもあったんですが、そうですね、はい、あのこれまでのプレーで言えばラフに放り込んでたのを、グランダのボールが一つ入りましたよね、斜めの、はい、それによってちょっと相手の目線も変わったのかもしれないですよね。あ、そうですか。